ホタルも恋愛するのかな。急に思ったんだ。ほら、ホタルが光る理由の一つが求愛行動って言われてるから。でさ、そこに人で言う恋愛感情みたいなものはあるのかな。それともただの本能。そもそも昆虫に人と同じような感情があるのかな。俺変なこと言ってるよね。最近ずっと考えてるせいだね。俺が君に抱いてる感情が何なのかって。君と一緒にいるのは好きなんだけど、これは恋愛感情？それとも人としての本能？あるいは一種の帰属意識？男女という最小単位のコミュニティに帰属することへの安心感というか。いや、一旦やめよう。俺の悪い癖、考えすぎておかしな方向に向かってる。好きに理由や論理的な説明を見出そうとするのって不毛なのかもね。恋愛の形っていろいろあるよね。ほら、ここに来るまでにもたくさんいろんなカップルが公園や街にいたでしょ。けどその形はみんなバラバラ。年の差、人種、育った環境、人の数だけ違いがある。でも一つだけ共通点があったんだ。わかる？みんなね、幸せそうだったんだ。相手を幸せそうな表情にするにはプレゼントしたり、ご馳走したり、相手を褒めたり、いろんな方法があると思うんだけど、俺は君の幸せな表情を引き出せてるかな。わかってる。突然変なこと言ってるのはわかってる。つまんないのに俺の話に付き合わせちゃってるんなら言ってくれていいから。そうそう、例えばホタルの生態についてがつまんなかったらさ、クワガタの越冬方法の話でも。待って、今のもなし。今、妹に怒られる予感がした。さっきさ、中学生くらいのカップルがいたよね。どこかぎこちない感じだったけど、楽しそうに手をつないでて。うん、ただ好きな人と手をつなぐ、こんな簡単な行為で幸せな気持ちになれるなんてすごいことだよね。しかもその好きは家族や友達に対するそれとは違って、本当に特定の相手だけでさ。ねえ、俺たちも手つないでみる？好きな人と手をつなぐと幸せになれるんでしょ。だから逆を言えば、手をつないで幸せな気持ちになれたら、その相手は自分の好きな人ってこと。だから試してもいい？あれ、なんだろう、つなごうとすると喉のあたりがキュッと締まってくる。え、この反応は何？みんな手をつなぐときにこうなるの？さっきの中学生たちも体験済み？ねえ、俺たちの関係って周囲からはどう見られてるのかな？ここってカップル多いから、やっぱ俺たちも同じように見られてるのかなって。君とこうして二人で出かけるの当たり前っていうか慣れちゃったけど、だからって恋人とは言えないよね。そんな微妙な関係？今のこの関係って俺にとってはすごく心地よくて、正直ずっと続いたらいいなって思う。けどさ、それってこの微妙な関係が固定化されてしまうってことだよね。それは君にとっては本意？なんてことをさ、いきなり聞かれても困っちゃうか。つい思ったことを口に出しちゃっただけだから気にしないで。ねえ、俺たちの関係ってどうなのかな？うん、
やっぱりそうなるよね。実はこの質問、昨日妹に聞かれたんだ。日頃からよく君の話をしてるから、俺は今の距離感がずっと心地よかったんだ。君は俺の話に興味持ってくれるし、一緒に話しててすごく楽しい。なのに妹に聞かれてから、このままはやだな、もっと距離を縮めたい、そんな風に思う自分に気づいたんだ。よく言うよね。友達以上恋人未満、みたいなこと。俺は、そこから一歩進んで、進んだら、どうなるんだ？ああ、笑わないでよ。俺だってまだまだ研究中なんだからさ。けど、君とはまた新しい関係に進めたら嬉しいっていうのは本音。ホタルみたいにアプローチ方法が一つだけだったら考え込まずに済むのにな。あ、急にごめん。ちょっとまだ引っかかっててさ、誕生日プレゼントのこと。ああ、違う違う。だけどさ、プレゼントもらったその場で不満を言う人はいないでしょ？実はあれ、俺なりにいいもの選べたなって自信があったんだ。妹の意見も一応聞いたし。けど不思議なもので、その時まであったはずの自信が、君の顔を見た途端に一気になくなっちゃってさ、本当にこれで良かったのか、これが最適解なのかって。だから、単刀直入に聞いてもいい？あれ、気に入ってくれた？はぁ、よかった。じゃ、今度のも大丈夫そうかな。そうそう、次の誕生日のこと、実はもう考えてるんだ。きっと前よりもっとびっくりするような。って、ここで言ったらサプライズの度合いが低くなるか。この前、休み時間に廊下で君を見かけたから声をかけようとしたんだ。そしたら、その直前で他の誰かに呼ばれたみたいで、すぐいなくなっちゃったんだ、君。そう。それが連続で5回も。単に俺の間が悪いのか、それとも君が人気者すぎるのか。でも、きっと俺みたいに君に声をかけたいと思ってる人が、他にもいるってことでしょ？ライバルが多いな。はぁ、いつも君の周りって賑やかだよね。俺の入り込む余地なさそう。前にそれやったことがあったけど、その時の空気、今でも覚えてるよ。嫌がられるわけでもなく、かといって、楽しげに受け入れられてるわけでもなく、みたいな。なんでこんな空気なのかわからずに、俺はその後もずっと、確か気象観測の歴史について話したかな。そうそう。普通、天気の話題から気象観測にまで話飛ばないって、後で苦笑されたよ。だからしばらくは自重。君相手の時以外は封印する。今日は待ち合わせに遅れてごめん。ああいう人って本当にいるんだね。このホタルは、君みたいに声をかけられて困ってる子もいるんだろうね。綺麗で目立つから仕方ないんだろうけど、君には嫌な思いしてほしくない。はぁ、あ。君みたいな綺麗なホタルを独り占めできてるって、もしかしたら俺、すごいラッキーなのかもな。うん。君は綺麗なホタル。だから、もう今日みたいな思いはさせたくないよ。これからは、前日から待ち合わせ場所にいようかな。ホタルで思い出したんだけど、ホタルでって知ってる？そうそう、透かし彫りを施した時期のことでね、光の加減で文様が透き通って見えるんだ。それがホタルの光に似てることからホタルで。
この前りょうくんちで現物を見せてもらったんだけど、ほんと綺麗だったんだ。まさか、美術品や骨董品ならりょうくんには絶対にかなわないよ。あの日はみーくんも一緒だったんだけど、俺りょうくんに質問攻めしちゃってさ。けど二人とも最後まで付き合ってくれたんだ。みーくんはみーくんでファッションセンスよ、自己プロデュース力が抜群にあるからね。流行のものをただ追うんじゃなくて、そこにアレンジを加えて独自のものを作り出すんだよ。あれは俺には絶対真似できない。俺が一方的に刺激を受けてるだけだよ。そういう意味では二人と出会えて本当に良かったよ。ここに来ること、りょうくんとみーくんにも伝えとけばよかったかな。二人とも表だって文句を言ったりはしないと思うけど。いやー、りょうくんは怒るかな。なんで誘わねえんだよ、とか言って。そうそう、いつも女の子に囲まれてかっこいい感じだけど、男同士の時はちょっと不愛想になって面白いんだよ。みーくんもあんまり表情には出さないけど、きっと後でメールが来るね。なんで教えなかった、とかぶっきらぼうな感じでさ。もうめんどくさいな。そうそう、君とは別の意味で楽しい。反応を見てるとやっぱあの二人は個性的だし、表面的な部分しか見てない人には絶対わかんないだろうけど、交わした言葉以上に俺も二人から影響を受けてると思うから。ずっと試作をしてきたラーメンスープがさ、ついに会心の敵になったんだ。そうそう、基本は鶏ガラスープ、あとは醤油や味噌を味に合わせてアレンジするんだ。あっさりめの気分の時は野菜や魚介のスープと合わせて、濃厚なのが食べたい時は背脂加えたり。合わせると言っても配合によって味も全然変わるから、試行錯誤でね。相当なデータを取ったよ。本職には遠く及ばないな。謙遜じゃなくてこれは事実だってさ。趣味の範囲だから採算度外視でできるんだよ。もし商売でこんなにこだわってたら開店前に倒産してるね。はあ、ちょっと君に質問いい？君が中学生の頃って男子と仲悪かった？妹が言うんだよ、男子はガサツだから嫌いだって。え、そうなの？じゃあ今は？そっか、じゃあ妹も治る？男子嫌い。今朝もお兄ちゃん勝手に部屋入ってくるなって怒鳴られたんだけど。母さんにも言われた。でもすぐに教えたくてさ、メダカの孵化。妹も楽しみにしてたんだよ。男子嫌い、早く治らないかな。幅学って基本的には自由な校風だけど、理不尽な校則がまだあると思うんだ。制服や頭髪の規定とか、高校生らしいって言うけど基準が曖昧すぎない？この前なんか制服の襟元はしっかりボタンを閉めろって注意されちゃったよ。俺暑いし動きにくいから開けてただけなんだけど。であんまり何度も注意されるからさ、つい生活指導の先生に反論しちゃったんだ。そそ、俺納得できるまで引けないところあるからさ。そしたら先生も俺の意見に納得してくれて、その場は見逃してくれた。でも残念ながらあの時限りだってさ。先生にも立場があるんだ、理解してくれってお願いされちゃったからね。
もし小さい頃にこのホタルの住処があったら気に入ってただろうな。うんうん。あ、そうでもないや。俺、小さい頃は閉じこもって本ばかり読んでたから。ほら、前に君に見せたでしょ？大理石の中のアンモナイト君。そうそう、母さんに本じゃなくて実際に見て触って学びなさいって言われてさ。あれからだから外に出るようになったの。母さんだったらここを小さい俺にどう紹介してたかな。そうだ、君だったらどう紹介する？自分の子を外に連れ出すために。俺が子供になるからやってみてよ。じゃあ宿題今度聞かせて。